075型強襲揚陸艦は中国人民解放軍海軍が建造中の強襲揚陸艦の艦級。中国海軍最大級の揚陸艦であり、全通飛行艦班によるヘリコプターの運用能力とウェルドックによる上陸用集艇の運用能力を兼ね備えている。人民解放軍海軍では中華民国海軍から路角した l s t 一級戦車揚陸艦を 山型として運用した後、その後継として、0722型や072、3型、072アンペア型を建造してきた。これらは角座擁陸を基本とする、戦車擁陸艦であり、ヘリコプター艦板を備えてはいたが格納庫はなく、また艦型も比較的小型で、立体的な水陸両用作戦を展開する能力は乏しかった。その後2007年より、 初のドック型輸送揚陸艦として071型揚陸艦が収益を開始した。同型はエアクッション揚陸艇4隻と輸送ヘリコプター4機の搭載、運用が可能であり、中国海軍の両用作戦能力は飛躍的に向上した。そしてこれに続き、さらに能力を強化した強襲揚陸艦として建造されたのが本型である。 アメリカ合衆国の議会調査局では2012年12月に発表した中国海軍の近代化米海軍の能力への影響において中国海軍が LHD の建造を計画しているないしすでに建造を開始している可能性に言及していた同書では従来の中国海軍は台湾への進攻作戦を想定して療養作戦資産を整備してきたのに対し 例7 1 71型や本型は中国沿岸から遠く離れた場所での作戦の遂行により大きな価値を発揮することから台湾海峡以外にも作戦海域を拡大していく可能性を指摘している。本型はアメリカ海軍のワスプ級強収容陸艦と同様に区形の全通飛行艦班とその運沿側に寄せられたアイランド型の環境構造物を配している。 このアイランドは、側面から見ると、おう、字型をしており、監視側は、航海環境とマスト、中間の一段低い部分に、煙突、艦備側には、航空環境と、後部マストを配している。アイランドを含めて、構造物の多くの外反には、傾斜が付されており、全体に、ステルス性への配慮が指摘されている。飛行甲板の直下に、ヘリコプターの格納庫、その下に、 物資積載用を区画及びウェルドックが設けられている。このような構成であるため、還元はかなり高く、航空母艦、両名、三島をも抜いて、中国海軍艦艇で一番背が高いとも言われている。機関は071型と同系列で、小東ピルスティック 16PC2 から6バイトディーゼルエンジンを4機搭載し、減速機を介して2軸を駆動する子など、方式とされており、 速力は22ノットと推定されている。兵員の収容能力は約1600メートされており、071型の2倍に当たる。作戦運用時には、水陸療養機械化合成大隊及び空中強襲大隊を装備と共に乗艦させることが想定されている。水陸療養部隊自身が保有する水陸療養者のほか、 ウェルドックには 726A 型エアクッション用陸艇2隻を収容できる。飛行艦板の左舷側には6カ所のヘリコプター発着スポットが設定されている。ストブル運用は想定されていないものと見られており、スキージャンプ勾配も設置されていない。飛行艦板と格納庫を連絡するエレベーターは、カンビとアイランド前方の飛行艦板上に各一機配されている。格納庫は、 長さ約160メートル幅約30メートルと、船体長の日産を占めており、30機のヘリコプターを収納可能とされている。関西ヘリコプターの内訳は、Z-8JSO ヘリコプター10機、Z-9 汎用ヘリコプター12機、WZ-10、または Z-19 攻撃ヘリコプター8機と推定されている。なお本型では、 無人ヘリコプターを甲板に搭載する動きも見せていることから、これらの運用も想定しているとされる。さらに後継として設計されている076型では、カタパルトとアレスティングギアを追加して、固定翼型 UAV の運用にも対応する計画とされている。従来、中国海軍の療養艦艇は、空母や大型水上戦闘艦よりも一段を劣る。 C4ISR システムを搭載することが多かった。これに対し本型では、382型の最新改良型にあたる3次元レーダーや2機の衛星通信、レドーム、H、ZBJ-2 戦術情報処理装置と、三軍共通の高速戦術データリンク、726A 型電波探知妨害装置など、フェーズドアレレーレーダーを除けば、空母に準じる。 充実した装備を搭載した。これにより、指揮、統制能力も充実したものと見られている。対空兵器として、1130型 CIWS と HHQ-10 近接防空ミサイルを核2機ずつ備えている。設置容量は空母と同様で、対角線をなす形で、完備両限とアイランド全部、そして、左限全部のスポンソンに配置されている。一番艦は、 上海の造船所で建造され、2019年9月に浸水した。2020年4月に電気工事のミスと思われる火災が発生し、収益に向けたスケジュールは遅延すると思われたが、軽微な損傷で済んだため、8月5日より最初の試験高校を開始した。8月時点で2番艦が浸水済みで3番艦の建造が確認されていた。 2021年4月23日に海南省の三市で一番館の収益式が行われ、海南と命名されたことが発表された。ありがとうございます。